ほら、皆さん、こんばんは。ごチャンネルのお時間です。ご機嫌いかがでしょうか。本日はですね、何のお話かと申しますと、性格のお話です。はい。といっても、どういう話かっていうと、もうどんどん進みますね。ですね、ご自分の性格を、だから、何の話かと言いますと、性格と癖は違うということですね。はい。すごい分かりにくいんですけど、何かっていうと、例えばですけど、例えば、暗い性格の方がいらっしゃるとしますよね。で、やっぱなんか、なぜかと言ったら私は分からないんですけど、なんか、暗い性格は良くないことで、明るい性格はいいことっていうのが、なんか皆さん、終わりですよね。で、まあまあ、例えば、あまりこういう話はしたくないですけど、なんかちょっと怖い事件とか、なんかそういうのでなんとなく、そういうことなさるのは、暗い方、なんかずっと家にいらっしゃってとか、そういうところから、その暗いことは良くないことっていうふうに、なアイデアがみんな終わりなのか、ちょっと明るい人でも事件を起こされる方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱそれは違うか、ちょっとこれは私は分からないですけど、もしご存知の方いらっしゃったら教えてほしいんですけど、なんだっけ、その暗い性格の方がいらっしゃったとして、やっぱりなんとなくこの周りからもなんか暗いよねって感じがやっぱなんか感じると思うんですよね。で、そうすると、まあ、なんとなくご家族の方とかも、例えばもうちょっと明るくしたらとかさ、そう言われてるうちに本人もなんとなく皆さんからのプレッシャー感じちゃって、ああ明るくなりたいとかさ、まあ、まあ思ってる方も中にはいらっしゃると思うんですよね。で、なんですけど、この前ふと気づいたんですね。その暗いっていうのはその人の性格なのなんだと思ったんですよね。で、やっぱりいろんな性格の人がいらっしゃるから、世の中が成り立ってるんであって、やっぱりそれぞれの性格っていうのは尊重されるべきじゃないかなって急に思ったんですよね。もうさ、頭がおかしいから全然関係ないことしてて、突然それが考え始めちゃうんですね。これどうなんでしょうかね。で、まあまあそうなんですけど、だからやっぱりなんで暗かったら直さないといけないのっていう感じじゃないですか。落ち着くと、なんか別になんでおとなしかったらダメなのみたいな、みんなが明るいと、まあもちろん皆さんが明るいとハッピーでいい世の中っていうのはそうかもしれないですけど、それがいい世の中かっていうのは良くないですよね。うん。ただ人って嬉しい時にハッピーになるから、だいたいこういうハッピーの人の状態の方がいいんじゃないかっていうことなんでしょうか。でもハッピーな人でも家帰ったら分かんないじゃないですか。だから別にまあまあいいやね、この話は。ただなんか個人個人の性格って別にいろいろあっていいんじゃないかと思うんですね。で、良くないことは何かっていうと、やっぱ悪い癖ですよね。例えば僕もすごいいっぱいあるんですけど、まあさっきも申し上げました通り、性格はいろいろあっていいと思ってますから、プラスもうここまで来ると性格って変わんないっていうのは分かってるので、なんかそれはもう自分で受け入れていて、ただ直したいなと思うところがやっぱありますよね。で、それは気づいたのは、それは性格じゃなくて、直せるところっていうのはそれは癖ですよね。うん。だからついついこうやっちゃうとか、なんとなくいつもこうやっちゃうとかさ、それは性格じゃなくて癖だと思うんですよね。直せるという言葉、だからそういうことはやっぱ変えたいなとかって目標として努力することはいいことだと、自分のいいバージョンの自分になろうっていうのは私の毎日のモットーですから、ベストな自分になれるように毎日練習するっていう
ことが毎日目標なんですけど、そうだからその性格を変えるっていうのは変えようとするとかさ、変えろって人に言うとか、それはやっぱりちょっと違うじゃないでしょうかと思ったんですね。だからやっぱりそうですよ、そうみんないろいろあるから皆さんがいらっしゃるんですよ。暗い子もいれば明るい子もいるし、すぐ怒っちゃう子もいれば、あまりご自分のことを話しなさらない方もいるし、なんかそれでいいじゃないですか別に。なんでそれやっぱりね、もうちょっと皆さん自分のことにフォーカスしましょうと、私それは今自分にも言い聞かせてたんですけど、ね、やっぱ人はもう仕方ないですね。もうこういう人なんだ、こういうこの人はこういう方なんだ、この方はこういう方で、だいたいこういうこといつもおっしゃるんだとかさ、でそれが嫌だったら別に一緒にいなかったらいいだけの話ですから、そのやっぱりやっぱり性格を変えた方がいいんじゃないかとかね、やっぱりあとね、僕も悪い癖なんですけど、やっぱ性格悪いよねとかさ、やっぱ言っちゃうことあるじゃないですか。それは性格が悪いじゃなくて、私がその方の性格を好きになれないということだと思いませんって自分にいつも言い聞かせてんですよ。なるべくそういう話はしないような、あの日々が来たらいいなと思ってます。なんだそれ。それでは、今日のお衣装はですね、もうこれは一番大好きな T シャツ、この前お話ししたバタフライのアルバムの、これは違うショットの T シャツですね。これも、この前の25周年の時に発売されたのをすぐに買ったんですね。でこれはこの前の旅行にも着ていて、まあまあいろいろ、まあまあ旅行のエピソードはちょっとまたコントにしましょう。ということで今日は大好きな T シャツを着てお送りいたしました、はい、今日もベッドは起きたままでございます。それでは皆様、長々と失礼をいたしました。以上、また次回お会いいたします。